2013年兵庫県知事選挙は2013年7月21日に投開票が行われた兵庫県知事を選出するための選挙。現職の井戸都市蔵の人気満了に伴う知事選挙。現職の井戸が4期目を目指し部所属で立候補したのに対し共産党が推薦する田中幸太郎が前回の知事選に続いて立候補し、 前回と同じ顔ぶれによる一騎打ちとなった。主な争点には、4期目を目指す、井戸の多選の是非や県財政改革、災害対策など。なお、同日には、国政選挙である、第23回参議院議員通常選挙も、執行された。現職の井戸には、政権与党である自民党、その自民党と連立政権を組む、公明党や野党である民主党、さらには、 社民党からの支援もあり、結果的に各党が井戸に相乗りする構図となった。公明党と社民党は、党本部単位で推薦する一方で、自民党と民主党は4選以上を目指す主張に、対して、党本部単位での推薦をしないという両党の、内規により、県本部単位での推薦に止めた。その中で、国政選挙での躍進により、存在感を示していた日本維新の会は、 独自候補擁立を目指した。同州政実施をはじめとした同党が進める主張をことごとく現職の井戸が批判するなど同党と井戸の関係がこじれている中で、この状況を打破するために関西広域連合の会長でもある井戸への対立候補を擁立する意向であった。しかし、伊丹、宝塚両市長選で同党公認候補が惨敗し勢いに陰りが見え始めたことや、 同党共同代表の橋本徹の旧日本軍の従軍慰安婦をめぐる発言などで同党支持率が低下したことなどから候補選考が難航。これに加え同党新人候補を同県選挙区に擁立する同日執行の参院選に集中した方が良いという声が同党内から上がったこともあり最終的に独自候補擁立を断念した。共産党は 同党県委員会などが加盟する憲法が輝く兵庫県政を作る会代表幹事を務める田中を前回の知事選に続いて無所属で擁立し推薦した。このほか、民主党の支持団体である連合兵庫をはじめ県医試練や県市長会などの各団体が井戸に出馬要請を行い推薦した。明日の兵庫にあなたの一票を2名届けて順。 各候補の得票率、投票率は53.47%で参院選とのダブル選になった影響もあり、同じ顔ぶれで争った前回2009年の36.02%を大きく上回った。なお、今回と同じ参院、県知事ダブル選だった1年と比べると、今回の方がわずかに下回った。当日の有権者数は450万130人で、 投票者数は240万6196人であった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金没収外境は以下のようになった。協託金欄のうち、没収とある候補者は有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。赤配率は未発表のため暫定計算とした。現職の意度は、 これまでの3期12年の県政運営の実績を強調。争点に浮上した南海トラフ巨大地震に対する備えをはじめとした災害、エネルギー対策や産業振興策などに対して原発一気分にあたる再生可能エネルギーの確保や認定子ども園の倍増など具体的な数値目標を公約に掲げ無党派層などの不動層の票を確実に獲得。 これに加え、支援を表明した自民、民主、公明、社民の各党の援護のもとで、各党支持層の票も固くまとめ上げ、恒例、多選批判もある中、同県知事選最高得票数で圧勝した。一方、共産党推薦で井戸と二度目の一騎打ちとなった田中は、井戸を支持する政権与党の自民党の政策を批判し、争点にも上がった脱原発や、 消費税増税反対を掲げたほか、井戸県政に対しても大企業優遇を行い庶民の生活を置き去りにしていると評価し、中小企業支援による地域活性化や中学校卒業までの医療費の無料化実施など井戸との対立軸を明確にし、現職批判票の取り込みを狙った。さらに今回から解禁されたインターネットを利用した選挙運動も積極的に展開し、 知名度工場を狙ったが、現職の厚い壁には今回も及ばなかった。県知事選と参院選の開票作業が行われていた西宮市の投票所では、市内の投票所から報告があった投票者合計より、実際の票が600票ほど少ないことが判明し、7月22日未明から集計をやり直すトラブルがあった。その後、一部の投票者数を二重に数えるミスが、 発生したことが分かり、確定投票数と確定投票率の発表が大幅に遅れた。だが、修正後でも50から119票の食い違いが残り、最終的に計229票を持ち帰り票とみなして、票数の長尻を合わせる異例への対応となった。この影響で7月22日未明には一旦、発表された知事選と参院選県全体の確定投票率が、 明け方になり修正されるなどの混乱が生じた。しかし、同志選挙管理委員会では疑問が残るとして選挙後に再調査を行った結果、市内の5つの投票所で入場整理券を計43枚多く数えていたことが判明。投票箱には入れられなかった投票用紙の確認も十分でなかったため、投開票から1ヶ月以上経った2013年9月3日に、 同志選挙管理委員会は、最終的に全体から計129票を減らし、訂正する方針を固めた。同志の投票率は0.01%下がったが、県全体の投票率には影響しなかった。それでも、これを除いても100票は、行方不明のままとなり、同志選挙管理委員会は、手続き機会も過ぎているとして、このまま再調査を終えた。ありがとうございます。